オリバ条約は1660年4月23日、5月3日に締結された第二次北方戦争の講和条約の一つ。条約はリ領プロイセンのオリバにて、スウェーデン、ポーランドリトアニア共和国、ハプスブルク家、ブランデンブルクプロイセンの間で締結された。スウェーデンはスウェーデン領リボニアへの主権を、ブランデンブルクはプロイセン公国への主権を認められ、 ポーランド王や二世カジミエシュは、スウェーデン王への請求を取り下げる代わりに、スウェーデン王の称号を死ぬまで保持することを認められた。すべての占領地は、戦前の主権国に返還され、リボニアとプロイセンにおけるカトリック信者は信仰の自由を認められた。条約の署名者は神聖ローマ皇帝レオポルト一世、ブランデンブルクセン帝皇、フリードリヒビルヘルム一世、 ポーランド王や二世カジミエシュだった。スウェーデン王カール11世は、まだ4歳の幼児だったため、スウェーデン施設団の代表兼スウェーデン摂政のマグヌスデラガーディエがカール11世に代わって署名した。交渉は1659年秋にトルンで始まった。ポーランド代表は後に、ランツヒへ移動。一方スウェーデン代表は、バルト海岸のソポとをその基地とした。 ポーランドリトアニア共和国とスウェーデンは1655年からの第二次北方戦争で戦火に巻き込まれた。両国はそれぞれの交戦国であるロシアツァーリ国とデンマークノルウェーとの戦闘に集中するために和平を欲した。さらに野心的なポーランド王ヒルドビーカ・マリア・ゴンザーガは夫のヤン・二世とポーランド議会への絶大な影響力を発揮し議定で フランス出身のコンデコー、ルイ2世の時期ポーランド王選出を確保しようとした。この野望には、フランス王国と、その同盟国スウェーデンの同意が不可欠であった。一方、デンマーク・ノルウェー、ネーデルラント連邦共和国、新生ローマ帝国、ブランデンブルク代表は常に議論を脱線させようと、した。この時代の礼儀作法が、煩雑さも彼らの戦術を助けた。結局、 交渉が正式に始めたのは数ヶ月後の1660年1月7日だった。その後もポーランドとスウェーデンの間で交換された文書の内容に不穏当な箇所が多く、仲介役を務めたフランス大使ドランブレはそれらをすべて削らなければならなかった。グニエズの大司教を率いるポーランド代表団は戦争を継続させて消耗したスウェーデン軍をリーボニアから追い出そうとした。 デンマーク代表は、ポーランドと共同でスウェーデンとの和訳を締結しようと、したが、ポーランドは、敗戦のデンマークと運命を共にしたくなかった。オーストリアは、戦争を継続させて、スウェーデンをドイツから追い出そうとするために、ポーランドへの援軍を承諾したが、本当の目的は別にあるのではないかと疑われ、ポーランドの政務は難色を示した。ブランデンブルク戦抵抗 フリードリヒビルヘルム一世もスウェーデン領ポンメルンを征服すべく戦争を継続しようとし、ポーランドに援助を提供した。フランスのジュール・マザラン・スー・キキは伝統的な敵国であるオーストリアとスペインへの牽制としてスウェーデンのドイツにおける領土を維持しようとした。また戦争が継続することでオーストリアのドイツとポーランドにおける影響力が増すことも危惧していた。 オーストリアとブランデンブルクによるスウェーデン領、ポンメルン侵攻は、ベスト・ファーレン条約違反とみなされた。フランスにはそれを告訴する義務があったため、1660年2月までに、スウェーデンとブランデンブルクの間で条約が、締結されなければ、援軍3万をスウェーデンに提供すると脅した。条約が締結された、オリバ修道院の部屋、2010年撮影。 スウェーデン王カール10世紀の死の知らせがポーランドに届くとオーストリアとブランデンブルクは要求を釣り上げた。しかしフランスによるスウェーデンへの援助を有料したこともありポーランドは譲歩した。結局条約は1660年4月23日にオリバ修道院で締結された。条約によりポーランド王や2世カジミエシュは父ジグムンと賛世。 バザが1599年に失ったスウェーデン王位への請求を取り下げた。ポーランドはまたリボニアをスウェーデンに割上し、1620年代以降スウェーデンの支配下にあるリガシモスウェーデンに正式に割上した。条約は1598年から1599年のハンシニスムント戦争、1600年から1629年のスウェーデン・ポーランド戦争、 1655年から1660年の第二次北方戦争での長きにわたる両国の争いを終結させた。ホーエンツォレルン家のブランデンブルク選定校のプロイセン公国への独立した主権が認められ、プロイセンのポーランド報道時代に終止符を打った。ただし、プロイセンにおけるホーエンツォレルン長が断絶した場合には、ポーランド領に戻るとされた。条約は、 ブランデンブルクの外交官、クリストフ・カスパール・フォン、ブルーメンタールの初仕事であった。オリバ条約、同年のコペンハーゲン条約、そして1661年のカディス条約は、スウェーデン・バルト帝国の頂点を象徴した。ありがとうございます。